またね、怪しい話がやってきました。この怪しい話はね、多くの人が泥沼にはまった暗号通貨です。F ファイル、ファイルコイン、ファイルコインというらしいですね。これ怪しいですね。怪しいと言っててもよくわからないんで、私ちょっとね、購入してみました。どうなるのかはわかりません。ですんで、この動画で経過をお知らせしたいんですけども、私が身銭を切ってね、先頭を切ってリスクを背負いに行きます。でもリスクがあるってことはその分だけチャンスがあるってことも言えるんですよ。今年3つ目の挑戦です。1つ目はカジノ、2つ目は携帯利権、3つ目は暗号通貨ですね。さあ、3つの挑戦のうち2つは当たってきました。もう1個当たるかな、そろそろ外れるかなってところですけども、ファイルコイン、なんとですね、30万円スタートで900万円の利益というふうなキャッチコピーが今見えます。まあそれはちょっと言い過ぎだろうと思うんですけども、まあ、30万円で始めたものがね、1年間で、あれ ?1 ヶ月で900万の利益?またこんなね、そんなわけないだろうと私は思ってます。私はそう思ってます。うまくいかないだろうと思ってます。30万円が1ヶ月で900万、そんなわけないだろう。今は私の誕生日が終わったばかりで、30万は手元にあります。1ヶ月で900万。ヤマト君の誕生日が来る頃には私は900万円増えてるんですかね。そんなわけないだろう。話半分で450万か。話10分の1で90万。これすごいですね。まあファイルコインね。私はアカウントを作って、そうですね、44万1000円放り込んでみました。1年間の方とマイニングっていうんですけども、1年間マイニングと永年マイニングを足してです。1年間マイニングは5口 5TB、 永年マイニングは 1TB、 この2つでまあなくなったと思って44万1000円投げましたよ。なくなったと思って、はい、もう諦めました、入れた瞬間ね。はい、じゃあもうね、44万1000円、私はね、これまた盗まれちゃうんでしょうか、バカを見るんでしょうか、それともキャッチコピーの通り私はね、ものすごく儲かっちゃうんでしょうか、わかりません。もうこれほとんどね、裏付け取る暇がなかったんで、ギャンブルみたいにやってます。ですんで決して真似、ね、しないでくださいね。私は44万1000円なくなっても全く暮らしに関係がないですから、44万1000円放り込みました。ちゃんと分をわきまえてやってるつもりです。もちろんこの44万1000円っていうのはお察しの方いると思いますけども、携帯利権で稼いだ10万、そして2ヶ月目に稼いだ16万、3ヶ月目に稼げるであろう15万、これを足して41万にしてますから、ですんでね、基本的に手出しじゃないっていう考え方なんですよ。ファイルコインね、ちょっとやってみますね。それじゃあ、失礼します。